現時夕顔巻1886年、源氏物語の夕顔の巻を下敷きとした、洋曲、恥富、夕顔を題材とした作品。夕顔が六条宮ころの精霊に取り殺された、屋敷を訪れた層の前に夕顔の霊が現れる。1892年発売の画像に付された目録。月百姿は、 月岡義都氏が1885年から1892年、数え47歳から54歳の時に発表した浮世絵の連作。月をテーマとした全100点揃いものの大に西絵である。延べ8年をかけて完結し、1892年6月の義都氏の死の直後に100作品に目録と序文を添えた画像が発売された。講述するように幅広い画題と、 多彩な画風を駆使して描かれ、吉と氏の最後の大作、代表作の一つと評価されている。本作における画号は、大蔵年。版元は、日本橋の国慶堂、秋山武士衛門。なお、本連作の、各作品にもともと投資番号は記されていないが、本項目では便宜上、各作品に、吉と月ずき百姿に準拠した。 発表順による1から100の番号を付して解説する。また、長大な題名の作品については、適に目録に記載された短い題名を、解説中では使用する。この連作は1885年10月に、高尾太夫、祇園町、城河本月、南平山、上月、企画の5点が、同時に刊行されたのを皮切りに、1892年4月まで、 延べ8年にわたり、数点ずつが発表された。最後に刊行された、脳の高砂号が台とした、いて、四保の月には、明治19年1月印刷と記されているが、これは、早い段階で、いたした絵が上がっていたものを、連作の最後を飾るにふさわしいめでたい画題であるため、版元の秋山武史衛門の判断で取り置かれた、ものとも考えられている。 完結を間近にした1891年に、義都は神経を患ったが、この時、菅も病院への入院手配に尽力したのが、半元の秋山であり、義都の弟子、水野敏方や宇田敏秀らと協力して入院費の年室に努めた。本連作の最後の数点は、義都のいたしたをもとに、敏方や敏秀が手を加えて完成したものであり、弟子の過失があった作品は、 カブラキキユカタの談話では、猿学好き、いて、死保の月の2点。本田正月の談話では、ムサシノの月、猿学好き、いて、死保の月の3点とされている。百作の完結直後の1892年6月9日、吉利は数え54歳で没した。死の直後の6月中には、全100点を揃えた画像が発売された。大事の見返し、目録2点。 序文を加えた計104点で2円50銭、くずふ表紙本で3円50銭、ドンスバリ表紙の美生本は4円という価格だった。く、武蔵野の月すすき野の表現の違い。歌川国吉作月岡吉都志作源の狂信が、自定で鬼を見た伝説を題材とした、指定の作品の対比。百作の内容は、武者へ、歴史が、名所へ、動物が、美人が、 役者絵など多岐にわたり、取り上げた画題も、補填像や高砂などの伝統的なものから、実在、架空を問わず様々な人物、物語、伝説、風景、江戸時代の風俗など、幅広いものとなっている。能や歌舞伎に基づいた作品も多い。一部の画題については、発売当時の明治時代でも市民に、馴染みの薄いものもあったようで、例えば、手とも梅の発売時は、 読売新聞に人物と伝承についての解説が掲載された。唯一、明智光秀の歌詞、斎藤都市は100点のうちで二度が大として登場する。月下の石膏は、山崎の戦いを前に、橋場軍の偵察に出る姿であり、片田裏の月は、山崎で敗走し、大見国片田で捕獲される、直前の都市を描いている。明智光秀に関連しては、他にも、 赤しただしたゆうで、秀吉暗殺失敗の攻めを取り自陣する家臣を、山城小栗つでは光秀が落ちむしゃがりに会う場面を、農兵の視点から描いている。吉利、吉し、五条橋の図1881年、五条橋の月と同じ画題だが、より以前の、この作品では三枚線で、弁慶と牛若丸を両方描いている。幅広い画題を描くにあたり、よしは、 四二吉に学んだ歌川派の画風に止まらず、史上派や演算派の画風をも取り込み、多彩な画風、技法で百作を描き分けている。例えば、月夜釜は、落語、釜泥を主題とした作品だが、大釜を盗み出した二人の盗人は細く長い手足の、トバイの技法を用いて、ユーモラスに描かれている。また、九、と、武蔵野の月は、 どちらも月明かりに照らされたススキのに狐を配した作品だが、区のすすきがリアルな描写であるのに対し、武蔵野の月では、すりの段階で半木を濡らした上に絵の具を垂らして、にじみを作る、あて、なしぼかしという技法で、ススキの茂みが表現されている。課題、構図、服飾等に関しては、死、歌川国芳の作品や、江戸時代に刊行された各種の一種百人一種、 菊池要塞、全県古術など幅広い資料を参照し、制作に当たったものと考えられている。タイトルに反し、画面中に月を描いていない作品も数点存在する。室内を描いたためにそうなった作品もあるが、一部作品は、あえて月を描かず、画面外の月を鑑賞者に想像させることで、画面に奥行きや広がりを持たせる効果を狙っている。 例えば、信仰の三日月は、山中光星が月に向かい、願わくば、我に七難八苦を与えたまえと祈ったという姿を描いたものだが、月を見つめる光星を正面から捉え、干渉者の背後に月があると思わせて、画面の奥行きを演出し、かつ干渉者は、光星の兜の三日月があったのクワガタによって、光星が見つめている月の姿を想像できる、という作りになっている。 また、宝井企画の句をもとに、月明かりに映る、松の枝影の実を描いた、名月や畳の上に、松の影や平家物語を題材に、縫え大事を果たした、源頼政が褒章として、名刀辞書を,を受け取る際、歌詞役の藤原頼長の英句に対して頼政が月を読み込んだ、遠い側名の下の句を継いで人々を感心させたという逸話を描いた、頼政なども、 画面外の月を鑑賞者に想像させ、広がりを持たせる構成をとっている。本来は、複数の人物が登場する歴史、伝説上の場面において、あえて特定の人物のみを描いた構図も特徴的である。例えば、京都五条大橋における牛若丸と弁慶の出会いを描いた五条橋の月では、中央迷儀を投げつける牛若丸のみを配置し、弁慶を描いていない。 足柄三月でも、源の義満が、将の秘曲を伝授する相手である、豊原寺秋を描いていない。赤穂老子の内入りを描いた、雪後の行月では、あえて、キラカシン、小林平八郎の奮戦する姿に焦点を当て、画面から切れた平八郎の刀の先に、浪士たちがいることを想像させる構図となっている。全体として、画面全体を隙間なく、 埋める多くの錦絵とは異なり、余白を多く取った空間表現が用いられている。画面には静筆な雰囲気が漂い、無残影や荒々しい無者医で知られた初期の吉利とは対照的な作風を示している。明治時代の錦絵においては、アニリン系染料による鮮烈な赤色、紫色が多く用いられ、そうした作品は赤絵とも呼ばれたが、それは華やかさと同時に、 ケバケバしさを感じさせるものでもあった。一方、ガツ百姿では、全体的に赤色の仕様が抑えられて落ち着いた色合いとなっており、吉利氏の印象以外に全く赤色が使われていない作品も多い。すりにも高い技術が用いられている。十四氏の名月や、武蔵野の月で暗がりを表現されるのに用いられている、あて、なしぼかしという技法は、 版木を水で濡らした上に絵の具を垂らして、ぼかしを表現するもので、一枚ごとに異なるぼかしとなり、すりしの熟練が要求される技法である。また、金刀、深みじきゅう、忍ぶがおかでは、人物の墨色の着物に、正面刷りという技法が用いられている。これは、墨色の部分の裏面から模様を彫った版木を当て、表面から、イノシシの牙や、いぐなどを用いて、紙面をすり、 光沢のある模様をつけるものである。正面釣りを施した作品は、一見普通の黒の着物にしか見えないが、角度を変えることで文様が浮かび上がる。ありがとうございます。